どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さあ今回もおばあちゃんでやっていこうかな。さあここでメインが始まるらしいんで開けちゃおう。ジェネレーターのとこまでたどり着くのは至難の業だ。前に確認したときは厳重に守られてた。どうしようかしら。俺のニュースドローンはまだ中に待機させてある。使えるはずだ。好きに使ってくれて構わない。操縦はできるだろう。あれは違うか。写真を撮るね。一応こっちのカメラでアルビオンの敵のドローンだね。あれも違う。これも違う。これか。ハイブリッドジェネレーターにパワーサージを引き起こさせるのはそう簡単なことではありません。詳細な仕様を知る必要があります。調べてみましょう。攻撃はできないからね。いいね、ドローンかっこいいね。考えられんもんな。これを見て。ふう、鬼のように複雑に見えるな。確認した限りですと、ジェネレーターのシステムに侵入できるオーバーライドコードが存在するようです。コードね。一応さっきのは成功だったんだね。ハッキング。ここに隠れるか。あー、これか。やっぱステルス系なんだね。おばあちゃんを使う意味と。それです。ジェネレーターにコードを使用してもらえればこちらでパワーサージを引き起こします。そうすればキングスクロスと前線のシステムもオフラインになるだろう。近くの犯罪異常を調査します。やめなさい。やめなければ身柄を拘束します。作戦開始だ。うひ。まあでもオッケーかな。セントパンクラスで情報の金脈を見つけたよ。アルビオンの車両、情報提供者、資材、まとめて全部。これさえあればロンドン市民の心の中に炎を灯せる。カムデンでやったみたいにね。
アルビオンの計画を妨害してみんなが立ち上がるきっかけを作る。ロンドン市民を一人残らずね。そうすれば大義のために動く賛同者。やっぱりな、デッドセックはアルビオンが言うような奴らじゃないってずっと思ってた。カムデンの他の奴らもこれで気づくだろう。感謝する。ありがとう。デッドセックの本当の姿を市民に見せたことで、デッドセックを支持してくれる奴はどんどん出てくるはずだ。みんな戦う方法を探してきた。まさにそんな奴を一人知ってる。そういう機会をずっと伺ってたんだからな。こっちに送ってちょうだい。デッドセックを大きくしないと。新人は大歓迎よ。さあ、ということで、まず一つクリアだね。デッドセックの好感度を上げることがまず一つ。あと、テックポイントか。テックポイント。有能な新人と。さあ、地区が立ち上がったカムデンの反乱ということで、まあ一つクリアというところかな。あーすごい、こんな感じになるんだ。まあカムデンは、反抗的になったと。あー、じゃあこの地域の人を仲間にしたかったらっていうことだね。はあ。で、テックポイントが、こういう風に表示されるようになると。あ、これいいね。3つか。上から攻めていこっか。ちょうど端っこだしね。んで、ミッションが、出動か。ちなみになんか仲間になった人がいたよね。ディアンヌとペーター・トンプソン。ショックハックキース。あ、めちゃくちゃいい人手に入ったね。まあ、武器は相変わらずなんだけど。従軍記者ね。この人武器が良かったんだよね。追跡から逃れるがあるんだ。よし、もうちょい、これはもうちょいおばちゃん使おうかな。まだ生きていますね。ザビーネに10ポンド払わなくては。あなたのレジスタンスの働きで全く新しい情報源を得ました。私のバーチャルな目を通して市民管理庁に何やら興味深いものがあるのが見えますよ。一体何？通信情報対応局、通称 SARS、あるいは R グレイ秘密警察が AR 再現と呼ばれる監視テクノロジーを開発しました。プライバシー侵害の最先端といえるものなので、ゼロデイ探しには大いに役に立つかもしれません。そうだね、最終目的はゼロデイを捕まえないとね。お危ない危ない、事故が起きるところだった。はいはいはい、トラップ設置しておいて、マリリン・ガルシア、クランケリーの資格、この人を、あ、こっちに行くわけか。そうだね、鍵をダウンロードしたいけど、これでゲットだね。これは物理的にか。ぐるーっと回って。どれだ？
まあ、とりあえず上か。そんな感じだよね。上に行く感じだもんね。侵入するなら、反対側か。普通に行ってみよう。ここはクランケリーの縄張りだ。面倒しかね。それが嫌なら失せな。まず動きを止めて。まず君はおとなしくしてもらって。で解除と。これで上に問題なくいける。なかなか物騒なもの持ってたね。ハッカーはおりません。よし、ゲット。これは模型ね。いませんよっと。スタンガン強えなマジで。この方はアルビオンの重要な情報提供者、アメリカでいうところの密告者です。ロンドンの人々は間違いなく裏切り者が天罰を受けるのが好きですから、よくやりましたね。ありがとう。よくやっちゃった。じゃあ乗ろう。こちらはロンドン。お相手は私、タッシュです。不都合な真実を届けるバッカニアへようこそ。今回はメディアに焦点を戻し、私の元職場こんなもんかな。支援企業からの圧力を、意外と普通にいけたね。よし、じゃあメインやっちゃおう。じゃあこのまま移動していこっかね。禁止区間ね。勝手に上がったり下がったりするわけね。スパイダーなら、あとは
あー、これもしかしてあれかな。でも帰れたっけ。戦闘中で泣ければいけるね。まさかのね。よし、カウント。で、ああ、やっと静かになったね。採用候補者。あの中だね。さあ、テイクダウン。で、あとは、はあ、すげえ。そういうこともできんのか。ああ、これますますこの雲を必要だね。で、こっちは？何がすごいのかな？そう。セキュリティパネルはこれで止めた。あと中だね。そうです、次はこの独裁的な野望を試してみましょう。あっちか。意外と見つからずって大変だね。絶対これ通れるだろ。あ、なるほど。考えたねー。そう、問題は入れるかどうかなんだよね。あ、これは取れない。あっち。結局ぐるって回ったな。
テックポイントゲット。CTOS AR Data Reconstruction in Progress。ああ、実に素晴らしいわ。なんて高度な AR なの。そう、ゼロデーの調査にも役立ちますし、絶対に必要です。おっと、サーバーにコピーできません。原因不明です。ではどこで盗めるか、ネットワークを探ってみます。どこだ？どこだ？あった。必ずしも人じゃないんだね。CTOS じゃインタラクトしてルートキットをゲットかな。よし、 SARS はこの技術を本部で展開しているようですが、システムの設定方法に関するマニュアルを手に入れました。さあ逃げてください。収容所に入れられては彼らのおもちゃを盗めません。その AR 技術を手に入れるにはどうすれば。プログラムは SARS 本部の屋上に設置されたサーバーに保存されています。それごと奪って高密度エリアに持ってきてください。デッドセックのネットワーク用に再調整して独自バージョンに複製します。屋上からどうやってサーバーを取ってこいっていうの。貨物ドローンか建築ドローンを操作できれば降ろせるはずだ。この機会に力仕事が得意な人材を採用するといい。バグリー、力仕事が得意な人材なんてどこにいるの。少し考えてみましょうか。ロンドンで建築ドローンを使える人物といったら、そう、建設現場の作業員とか。はいはい、鋭い分析ね、バグリー。難しくなかったでしょう。近くに作業中の建設現場があります。そこなら採用できそうな作業員がいるはずです。座標を送ります。んー、じゃあ近くまで行こうか。その近くというのは思ったより近くはなかったな。おかげはなく、今や政府がデマやフェイクニュースを垂れ流すための道具となり果てています。なぜこうなったのか。職業、ドローン、どちらも OK です。ぴったりの人材です。使えそうなやつだな。おっと、悪そうなドローンを所有しているようですね。条件は満たしています。使えそうなやつだな。貨物ドローン、悪そうなドローンを所有しているようですね。条件は満たしています。職業、ドローン、どっち。あなた、ロンドンのひどい現状に不満を抱いているでしょう。あんた、デッドセック、実は頼みがあるんだよ。話してみて、何があったの。クランケリーのことなんだけどさ、奴らにでかい借金があるんだ。最初は治療費を払うためだったんだけど、今じゃこのままだと一生奴らの奴隷だ。ケリーへの借金を消してくんない。借りは返すからさ。わかった、なんとかするわ。さあ、借金の帳消しということで、なんとかしてあげないと、お友達はクランケリーに骨の髄までしゃぶり尽くされてしまうでしょう。この建設現場はカムデンマーケットにおけるケリーの支部としてマネーロンダリングに利用されています。負債の記録は全てここに保管されているはずです。わかったわ。で、あ、上の方だね。またまた移動だね。上がってもうちょいかな。嘘でしょ。この辺りはもう完全にケリーの支配下になっている。あいつらいつの間に。クラン・ケリーが負債の記録を保存していると思われる端末ないしデバイスを探してください。仕事に適した道具がなければ、より状況に合ったガジェットに変更できます。ほう、ドローンにあらゆる行動を見られていては、この街そのものが監獄のように感じられるでしょうね。
とはいえ、社会にとっては悪い知らせでも、デッドセックにとっては良い知らせです。あの鬱陶しいドローンをハッキングして、偵察に活用してください。おお、カメラね。調査を開始します。ターゲットは故障中。ロックダウンしろ。さあ、壊れちゃった。これで負債の記録を丸ごと消すことができます。そうすれば私たちの新たなお友達も借金に悩むことなく、何よりもクランケリーの魔の手から逃れられます。よし、異常なし、他を回る。県外ということはこっちは遠すぎるか。トラップをガンガン仕掛けていくか。あとは、ここは問題ない。問題なし。引き続き調べる。クリア。ここがね、県外だからね。ああ、なるほど。すごい爆発起きたね。ここか。大量にいるな。それにしても、他なんか使えそうなものはないかな。あ、出てきちゃった。よし、行くか。なんかすごいね、ハイテクな猫ちゃん。ちょっと待った、これ。あ、びっくりした。人か、機械かと思った。アンドロイドかと思ったんだよね今。よし、トラップ発見。ここは問題ない。移動する。
競技者はいないと。こんなもんかな。ダメだ、見失った。おお。めちゃくちゃ瞬間移動してたな。よし。はい。まずあんなところにいたんだね。一旦引いて、これは大丈夫、こっちも大丈夫そう。普通に人入ってるもんね。入れない。ほうほう。よし、手分けして探せ。ドローン、捜索開始。他も見てくる。警告です。違法行為を続ける場合は逮捕します。痛い。格闘は無理か、さすがに。ドローンにあらゆる行動を見られていては、この街そのものが監獄のように感じられるでしょうね。とはいえ、社会にとっては悪い知らせでも、デッドセックにとっては良い知らせです。あの鬱陶しいドローンをハッキングして偵察に活用してください。了解。多分ね、ほとんどハッキングというかトラップは仕掛けてるから。ショック。いるんだよね。
ほいほい。おい。で、撃つぞって言ったお前を撃つぞ。はい。これで負債の記録を丸ごと消すことができます。そうすれば私たちの新たなお友達も借金に悩むことなく、何よりもクランケリーの魔の手から逃れられます。よし、いやめちゃくちゃ楽勝。転送完了です。標的を無力化します。さすがにね。おや、ついに大麻とフェンタニルが組み合わさりましたか。まさに遺伝学の奇跡ですね。これじゃ次の世代はどうやって薬物から逃れるんだ。さあ無事出れた、採用完了と。ということで、今回ここまでにしようか。採用成功したけど、このままクランケリーが持ってた金の記録は消しておいた。これで借金はなくなった。新しい人生を始めるにあたって何か前向きなことをするといい。マジで？やっぱりデッドセックはみんなが言ってるような悪い奴らじゃないって思ってたよ。その能力を正しいことのために使わないか。デッドセックはいつでも新たな仲間を歓迎する。よっしゃ、やってやろうじゃん。さあコニーのパブでアイリン・グリーンと会えということで、今回ここまでにしたいと思います。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたね。